去の試合決戦場では、ペットボトルとビーダマンによる数多くの試合が行われてきました。そして今回はどのような戦いが繰り広げられるのでしょうか？皆さんこんばんは。この試合を実況いたしますし、レモンが入っていた 1.5 リッターペットボトルです。そして、ペットボトル解説には、1年前に10リッターが入っていた2リッターペットボトルさん。ビーダマン解説には、バリアントワイバーンさん、バトルフェニックスさん、スタックスフィンクスさんに、お越しいただいて、お送りいたします。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて2リッターさん。今回のビーダマン選手でありますレギオマーク3ですが、以前彼と戦ったことがあるということですが。はい。以前彼のショットを受けたのですが、耐えることはできませんでした。なるほど。バトルフェニックスさん、レギオンマーク3ですが、通常のビーダマンとは思えないのですが。魔改造の一種ですが、特にレギオンの場合排出です。最近では、ビーダマンと言い張る勇気、という思想があるらしく、ビー玉を発射されればビー玉ということで、様々な改造がされています。レギオン派その中でもビー玉が発射装置に乗り、ビー玉として機能して活動しています。発射装置単体では動作しないのでしょうか？そうですね。我々ビー玉には、ビーダエネルギーという、ビー玉のエネルギーがあるのですが、装置に乗っている赤ボンさんが、発射装置にエネルギーを送ることで機能する、らしいです。以前私も乗ったのですが、数秒もたずエネルギー切れになりました。とても扱えるものではありません。また発射装置にも工夫がされているそうで。というと、簡単に言うと、200発をできるだけ、筒の奥側に押し込んでいる構造なんだそうです。単に斜め上に向けた筒なんかに、200発を入れるとこん感じでビー玉が溜まるのですが、そのまま打ち出すとエネルギーが伝わる前に、発射口にあるビー玉が打ち出され、十分な速度が出ないことと、奥側のビー玉の射出を邪魔する結果になります。そこで、筒を階層に分け、手前側にあるビー玉を各階層に入れて、できるだけ奥側に押し込まれるようになっていると、それでビー玉に十分なエネルギーが伝わり、全弾勢いよく発射されるらしいです。なるほど。エネルギーが伝わりやすい構造になっているということですね。一方今回対戦に名乗りを上げました元田が入っていたニエルペットボトル選手ですが、何か対抗できる術があるのでしょうか？何でも、修行をして戦術を身につけたとかで、勝つ自信があると話していました。ただ私もどのようなものかは見ていないので、ここは観戦するしかないですね。なんと、それは気になりますね。それではここでルールを確認します。今回は3本勝負、2本勝利条件を満たした方が勝者。勝利条件ですが、レギオン派ペットボトルを倒した回数が2回であれば勝ち。1回以下で負け。一方ペットボトル派レギオンの攻撃に2回耐えれば勝ち。1回以下であれば負け。またレギオンとペットボトルの間隔派 70cm を空ける。ペットボトル派床に接着剤など、固定するものの使用禁止。となります。オット選手サイドに動きがあったようです。私の対戦願いに応じてくれて感謝する。こちらこそ、君の姿を見て。私も戦い方を模索してある領域に入ることができた。今からそれをご覧に入れよう。行くぜ。水エリー、2リッター、ペットボトル。なんですかあれは、2リッターさん。あれは、おそらくですが伝説のカラペットボトル戦士、水入り2リッターペットボトル、なのか？水入り2リッターペットボトル？ええ、あれはカラペットボトルが取り戻した本来の姿。どういうことです？本来我々ペットボトル派、液体を噴入する器として作られています。一度液体を空にした後派、排気扱いがほとんどなのですが、何百年に一度の間で1本、再度液体が入った個体が現れます。いわゆるスーパー、人ならぬ、スーパーペットボトル戦士です。私もその姿を見たことはありません。そうなると、どうなるのですか？空のペットボトルと違い、質量が多くなっています。今回の対戦ルールにおいて、空のペットボトルより倒れにくい仕様になっています。つまり、今まで以上に強くなっているということですね。そういうことです。なんということでしょう。一斉射撃力を強化してきたビーダマン、レギオンマーク3。一方、倒れにくさを強化するため、数百年に一度の伝説上のペットボトルと化しました。元だっが入っていた2リッターペットボトルさん。勝負の行方は、わからなくなりました。そして、今勝負の幕が切って、落とされました。ボルダ左センター男子成功結果あ、それだ。
られたという。伝説上の戦士ではなかったのですか？いや、伝説上の戦士なのですが、その、これはおそらく、レギオンマーク3が凌駕していたと見るべきなのでしょう。そこはあっさり認めるんですね。まあそやビーダマンの俺たちから見ても、レギオン排出だからな。いや、倒されましたな。ただ3本勝負、動画の尺的にも全然まだある。そうだろう。倒されたまま言わないでください。なんか言い訳しているみたいで見苦しいです。というかどっちが正面なのかわからない。よいしょっと、あ、今のは掛け声のよいしょっととかけましたのであしからず。隊長、変身した状態でギャグを言うのやめてください。恥ずかしい。滑ってますよ。実は案外気軽に接しやすい人なのかな。だがそりゃ本気一歩手前の段階でケリをつけようなんていうのがなめた話だったんだ。それはどういうことです？本気を出していないということですか？その通りだ。言い訳はやめてくださいね。ペットボトル人の品位を下げますよ。中継者さんがそれ言っちゃいますか。今まで私は、厳しい修行に、耐えてきた。その過程で、常識を超えることが必要であり、それを見つけることができた。今から、スーパーペットボトル戦士を超えた姿を見せてやる。行くぜ。ワンチャイヤー！水エリー。レジスターペットボトル。水入り、4リッター。ペットボトル、な、なんなんですかあれは。2リッター3カッコ2回目カッコ年。わかりません。そもそも、水入り自体私も初めて見たのですが、あの体格から察するにさらに容量が大きくなっている。つまり4リッターだからより重たくなっているため、さらに倒れにくくなっている。確かに2リッターの時と比べて、体格がさらに大きくなっていますね。ということは、さらに進化したということでしょうか？そうとしか言いようがありません。親父ギャグをかましてくる人ですが、実際に私がいる世界、私が知る次元を超えていることは確かです。あの領域を詳細に説明できませんが、今はとにかく、2リッター水入りとの戦いとは違うことは間違いないでしょう。77案ということでしょう。こうも短時間に、事態が進展するとは思いませんでした。フェニックスさん、今の段階でどちらが勝つと思いますか？正直わかりません。ただ、こんな変則的な戦い方をしてくる対戦相手はかつていなかったので、レギオンも相当やりにくいことは確かです。なるほど。さあ、これではいよいよ、第2の戦いの幕が、切って落とされました。耐えた耐えた耐えた。耐えた。耐えました4リッター。いやー。こっこっこっこ、耐えましたねー。これで1勝1敗、互いに後はなくなりましたね。いや本当に、なんなんでしょうこれは、かっこ笑い、の試合なんですけど、もう笑うしかないですね。この状況ですと、レギオン派追い詰められていると思うのですが、フェニックスさんその辺いかがでしょう？いや、そうでもないですよ。はい。あのね、まだ勝負派諦めていない目です。なんと。さすがですね。まさか挽回を習得しているとは思いませんでした。今のあなたと対等に戦えるには、戦闘力を倍増する術を身につけ、同じ土俵に立たないといけないでしょう。だが、私にも、それがある。それは君が今からさらに強化できると聞こえるが。そうだと言っているんですよ。言葉に気をつけなさい。今の君が挽回状態であることは明白だ。あまり虚勢を張ると、弱く見えるぞ。何か勘違いされているようですね。私たちの挽回派、今までにあった固定概念を覆す発見をし、実現しようと修練を積み重ねることで、幾重にも挽回派発動できるのだ。なんだと。行くぜ。挽回。挽回、レギオンマーク3、真打ち。真打ち、なんだ、その姿は。何も変わっていないではないか。そんな何の変化のない挽回など、ありはしない。これは、どういうことでしょうか？ワイバーンさん、挽回というものがどういったものがわからないのですが、どうやら、彼らの会話から察するに、これまでの戦い方を逸する術を身につけることが挽回のようですね。だから、4リッターペットボトルの挽回が、形状を大きく変わるというものだったが、一方のレギオンでは外観は変わっていない？何が起きているのかがわからないということでしょう。真打ちと言っていましたよね。必ず変化はあると見ていいでしょう。なるほど。では3回戦目、戦いの火蓋が、切られました。ビー玉200発装填、そして攻撃準備、気合を入れていくぜ。うおー。なんでしょう、今までと違い、かなり力みたいなのが、必要みたいですね。あれは、バネが4本から8本に増えている、なんだって、どういうことです？バネの数が2倍になっているんです。つまり、
攻撃力が2倍に増えているということです。であればどうなるんですか。わからないよ。そもそも200発をパワーショット並みに一斉射撃すること自体ありえないんだ。今言えるのは想像できない攻撃力を持っていることだけだ。リーダーエネルギー量は桁違いと聞いていたが、恐るべし。レギオン、モトイ、赤ボン、大変なことになりました。この短時間にパワーインフレーションが展開されるとは思いませんでした。攻撃力を2倍に上げた200発一斉射撃ビーダーマン、レギオンマーク3真打ちか、質量を大幅に上げてきた4リッターペットボトルか、最後の勝負が今始まろうとしています。それが君の挽回か。そうだ、これが勝つために手に入れた力だ。行くぜ。いいだろう、全力でかかってこい。試合終了。勝者、レギオンマーク3。いやはや、それにしてもの試合なのに割と熱が入った戦いでした。そうですね、公式とは異なる戦い方なので、たまにはこういうのも悪くないですね。挽回、常識、常軌を逸する方法、か。いやー、面白かった。何派ともあれ、両者とも、あっぱれですね。いやー、まさか浮き場は強化する挽回だとは、恐れ入ったよ。自身と向き合い、自身の能力を高めたのだな。それは違います。あなたの存在が、私の能力を高めるきっかけになったのです。あなたがいなければ、真打ちに至る挽回を習得できなかったでしょう。どうやら、戦士であり競技者としても君は優れているようだ。できれば、これからもバトルに応じてくれると嬉しいのだが。もちろん、喜んで。切磋琢磨という言葉がありますが、まさに彼らのためにあるような言葉ですね。同意です。それでは、放送時間も迫ってきましたのでそろそろ締めたいと思います。解説にお越しいただきました2リッターペットボトルさん、フェニックスさん、ワイバーンさん、スフィンクーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。